独身なう、朝川津です。林刑事です。いやー、ーなんかね、今台風、これね、<う>出した後、どうなってるんかわかんないですけど、超大型台風って言われてるよね。うん、まあ、毎年超大型って言ってる気も死んでもないんだけどね。<laughs> なんだかんだ言ってな、一年に一回は来てるからな、でっかいのが。うん、確かにちょっと、気候は変わったよね。小さい頃と比べて、知んうちらの。うん、じゃそういう意味じゃさ、やっぱり、マツコデラックスとかも超大型なわけじゃん。ちょっと待って、え、どういうこと <laughs> でっかいじゃん、<laughs> <の>超大型タレントじゃん。いやいや、もう一つかまそうよ。 あの、タイルから、タイルからマツコデラックスへの移行は強引だよ、うん、お前。間になんか挟んだ方が良かったあ、もう一応もう一個なんか大きいもん挟めよ、人間。<laughs> もう一個大きいもの。お前、今ゴジラとかうん。まあまあまあ、モスラとかゴジラぐらい一歩挟んでゴジラとか、エヴァンゲリオンとか。うん、そうそうそう。なん <laughs> お前今のはちょっとね、自然に行こうって、うん、はい、なるほどねって行かんへんで、それは。そんな世の中甘くないぞ、お前。 まあね、その、世の中甘くないっていう意味でもね、うん、まあ今回ね、うん、この、<laughs> n え NHK、あれなんだっけ、正式名、なんつんだっけ、うん、NHK から国民を守る党だよ。長いよ。いやー、これはどうあかんねん。て <laughs> かもう、っとこれ、まず,まずこれあかんよな。 まあまあ、今ね、そのニュースサイトなんかでも N 国、N 国って略しちゃってますけど。ななんか N 国って言ったらちょっとさ、あのー、うん、あっちの今、イス, <laughs> イスラム国みたいなイスラム。イスラム国のさ、IS みたいな感じして。なんかちょっと怖い感じ、ね、怖い感じして、ちょっとね、良くないよね、この。でだ。 まあその N 国とマツコ・ <laughs> デラックスが今ね、ちょっとした騒動になってまして、N 国の党首の立花さん、この人はもうね、この間の参院選で国会議員になりましたから、国会議員として、いろいろ活動してるわけですが、東京 MX でやってる5時に夢中っていう番組で、マツコ・デラックスが N 国に対してまあ気持ち悪いとか、ふざけて投票した人もいるんじゃないかみたいな。 こと言ったことに対して、めちゃくちゃこの立花さんが怒って今、ずっと MX の前に行って、そのなんかよ、まあ、でも、トのさその票をさ、まあ、100万ぐらいかな、はいはい、票取ったのってさ、どんな経緯であれさ、どんな形であれさ、やっぱそれだけの有権者がおったってことだからさ、これを否定しちゃあかんよ。 いやこれに関してはね、確かに、ね、マスコ・デラックスが迂闊だったと思うよ。うん、俺もそう思うなっていうのは、これは立花さんが言ってるのは、うんその、俺のことをバカにするのはいいけれど、投票した人をバカにするのは許さんってやっぱ言ってるわけあそれはなんかすげえわかるな、まあ、これはだから、落としどころとしては、うん、マツコは、うんその、有権者のことをバカにしたことはすいませんでしたって言えば、<ー>多分収まるんだと思うんだけど、ねうん、これはほら。 ずっとさ、マツコ・デラックス側が拒否してるからさ、まあ、なんとも言えないんだけれど、マツコもそんなバカじゃないからさ、そうなんだよね、うん、同じ土俵に立っちゃうと、結局自分は損するだけだから、うん、これは、でね、うん、メンタリストの DAIGO さんが、youtube のチャンネルで、あはい、まあこのことに関して動画を出してて、うん、マツコさんはかなり立場が不利だと思いますと。うんうん これはね、確かに本当そうだなと思うんだけど、うあの、マツコ・デラックスってさ、はいはい 今までその毒舌とかがさ、通じてて、その、そだね、なんで視聴者が面白かったっていうのはさ、まずマツコデラックスが異様だったわけじゃん。うん、そうだね。今までやっぱりマツコデラックスってやっぱ、毒舌だけど、みんなのさ、あの、支持を得るっていうかさ。うん、<laughs> それはだからさ、うん、LGBT とかのような弱者の代表的な感じで出てたんだけれど、うねうん、もうすでにマツコデラックス自体がもう弱者じゃなくてもう強者になっちゃってんだよ、完全に。まあ今はもう、そうだ まだね、うん、マツコ・デラックスが駆け出しの頃にこれを言ってたんだったら、うん、ここまでニュースになんないんだよ、要は、立花さんからすると、うん、そんな、これ、うまあ、上手いっていうとさ、なんか褒めてるようで、すげえ嫌なんだけれど、うん、結局もう弱者から強者になったマツコ・デラックスを叩くっていうことが、正当性を与えちゃってるっていうか、うん、要するに、うん、弱いもんはさ、立花さんの方の味方しちゃうわけよ。 うん、でも、この二人ともさ、やっぱ、それぞれの経歴がさ、まあ、なんか、えぐいじゃん。二人ともね。二人ともね。<laughs> <laughs> なんか、これって、だから、お互い、やっぱね、ズブズブの世界におったからさ、うん、まあ、ちょっとね、うん、マツコデラックスも、ちょっとずに、ずギ、の、あの人はずギのタイプではないんだけどな、でも、そのずにの。いやいや、だから、これはその発言が、やっぱり、うかつだったんだよね。うんうん、まあ、そうだね。俺も、それはもうね。 これ大吾さんが的確に言ってるんですけど、うん、え他人を叩くときのポイントとして、うん、え大勢の弱者を引き連れて、少数の強者を叩くと、これはだから革命などをするにあたって、基本中の基本であるという、マツコは今までずばずば物申す、物を言えない人の代表として振る舞ってきたが、うん、タレントとして成功したことで、強者の立場になっちゃったんだよそうなんだよ、タレントってそうなんだよな、あ<ー>基本。 したがって、マツコの場合は、この構図に当てはまらなくなっていたのだっていうことで、要するに、もうさ、多くの視聴者とかがさ、マツコ・デラックスを弱者の代表じゃなくても、強者側、要するに、成功者側の人間なんだよ。これって不思議だよ、あなた。いやー、そうなの不思議なんだよね。だから、結局さ、いわゆる弱者とか、そういう駆け出しの人が何かのまあ表紙でうまあくいって、成功すると、今度自分が追われる側の立場になるんだよね。 でまあ、まあ、芸能界だけじゃなくてもそうなんだけどさ、人間ってそうう、ね、こ,こ何でもそうだよ。ここあるじゃんね。そう。これはだから、本当なんだ、プロ野球とかそういうさ、なんかスポーツの世界でもそうだけど、大、ねね、追う側から追われる側になるんだよね、どっかの時点で、ね、だから、俺も絶対でもだからさ、例えばさ、ばっ、うん、て、1位を突っ走る、そういった人よりも、やっぱ追っかける側の方が楽だからね楽ね楽,、まあ、楽だし、特別、うん、が吐けるんで。吐けるし、後ろから追われてる側ってやっぱプレッシャーあるし、 下手なことと言う叩かれるしっていうかさ、そうなんだだよこれはから一郎なんかもそうだったじゃん、やっぱちょっと言うと、めちゃくちゃ叩かれるわけじゃん、そうなんだよ、だから、本当、メンタル強かったと思うし、メンタルはくそ強いし、多分最低限、なんていうか、ここを超えたらだめだっていうことを言わずにうまくコントロールはしてたと思うんだけど、マツコ・デラックスは、タレントとかさ、芸能界を毒舌で言うのは、多分まだ平気だったんだよ、SMAP のこととか、ジャニーズ事務所とか のちょっと危険なラインを喋るのはよくぞ言ってくれたってなっちゃうんだけれどこれがその N 国を支持してる人って自分が弱者であるっていう考え方の人がいるんだよ、うん、いや全然オッケーですよって感じ払ってる人は こんな、ね、もん入れ、票入れへんからね、立場と。で、これはタレントっていう立場もあるんだけれど、要するにマツコデラックスからしたらさ、うん、NHK がなくなったら困るんだよ。うん、ああ、まあまあね。<laughs> だってタレントなんだもん。もね、自分が番組出るさ、機会が減っちゃうんだから、うん、これはだから絶対に、ポジショントークにも聞こえちゃうわけだよな。 まあ、マツコデラックスが言うと、まあ。マツコデラックスがポジショントークをしてほしくないなっていう気持ちもあるんだよ。あるんで。だから、その、幻滅した人も今回多いんじゃねえかなと思うんだけれど。じゃあ、そうなんで。そもそもなんでマツコデラックスと対談したんだろうね。 対談じゃなくて、あれでしょ、その場にいない時に5時に夢中で喋っちゃったわけでしょいつものさ、ほら、ああ新聞、ねうん、新聞とかをさ、貼ってあるのをこう、なんニュース読みみたいなんで、立花さんが受かりましたよっていうニュースの時にこれを多分言っちゃったんだよね。うんうん、これはだからね、やっぱり、うん 有吉の方が頭いいなと思うの有吉は絶対政治のこと言わないんだよね。ああ、なるほどね。お前がこれはだから、<前>そう、うん、ほら、俺もさ、林くんと前に言ったけどさ、あ政治と宗教と野球の話はしないのが鉄則だよって。あ、ごめん、あの、野球はちょっとよくわかんないんだけど、<laughs> 野球はただお前が好きじゃないからだろう、うん、どうせわからないで。ほら、俺もさ、宗教嫌いって言うけど、別に特定の宗教のことを言ったりしないじゃん。 まあ、しないしこれはだから、政治に関してもさ、うん、いやー、最近の日本の政治はたるんでるみたいな漠然としたこと言ってりゃいいんだけど、そうだよね。これ、マツコ・デラックスは、N 国って言っちゃったのがまずいんだよね。この話を振られた時に、うまいはぐらかし方をするんであれば、うん、いやー、今回の参院選はまあ全体的にちょっと投票率も低くて残念でしたねっていうぐらいに言っときゃいいんだけど、うん、これ、そうなんでも振った方も悪いんだよな。 まあね。だって、こんなのさ、振られたらさ、毒舌言わないわけいかないじゃん、キャラクター的に。うん、まあそうだね。お互い。これはだから、マツコ・デラックスとしては役目を果たしただけなんだけれど、それが、なんだろうな、やっぱ見余ったんだよな。これがただ、の、ジャニーズ叩きとか、そういうことで済まない、まあ、要素。今回の参院選さ、まさ、令和入ってから初めてのさ、選挙ということもあってさ、なんか結構、 結構その社会、今まではさ、なんていうかな、タブーっていうわけでもないんだけど、うん、こういった N 等とかさ、まあ、あ<の>令和もあった令和、ね、もそうだし、なんかやっぱ、そうだったんだっていう、うん、まあこういう今ネット、まあそうだね、インターネットも普通知してもそうなんだけど、こういった媒体がね、普及したことによって、 N 国なんてさ特に YouTube をめちゃくちゃ利用してる政党だからさ立花さん自体が YouTuber やってるわけであってまあそうだねでもまあそうだねでねこの対立構造のもう一つの裏が要するにさ立花さん的にはさ炎上すればするほどおいしいわけお金が入ってくるわけ YouTube のチャンネルで確かに逆にマツコ・デラックスは炎上すればするほど自分の仕事に影響が出てくるわけ悪い方にこれがね逆転 んだよもうそうなんだよだからねアベマテレビであの柴田と橘さんが共演してたけれど田は橘はその吉宗のふりをしためちゃくちゃ頭がいい違いって言っててああなるほどなっていや確かにねあの吉宗っていうことでお前さんいいのかなこれいいのこれ違い違い ビオプーアウトなんだよ。じゃあ丸きちで丸うん丸きちでいや遅いよ遅いよ。まいいわでこれはだから吹っ切れてんだよねだから頭はいいことは頭はいいんだけれどこれはやっぱりだってさ実際このさテレビの前に行ってこういうふうな威嚇行動するってのはこれでアウトでどう考えたってな普通な政治家としてはただ これがユーチューバーとしてはありなんだよ、うん。そう、これからはそれがありになっちゃったし。<ー>これはね、一応まあ念のために言っておきますけど、その、俺は道徳上ありって言ってるんじゃなくて、ユーチューバーは炎上すると儲かるっていう意味でありって言ってるわけだよ。そうだね。逆にね、あのー、あ<ー>叩かれても、叩かれなくても全部いい、ね。数字が全部あればいいんだから。いい うん実際それで今、だって、立花さんは、そのマツコ・デラックスを迎えに行く動画って、めちゃくちゃ伸びてるわけよあ伸びてるね、今ね。で、うん、もう今日なんかもそうだけど、なんか崎陽軒がク<は> x の5時に夢中に、スポンサーになってるから、食べるのやめようっていうのを動画を出したけど、まあ、こんなのさ、普通に考えたらバカバカしい声明だけれど、それで結局、再生数が伸びると美味しいわけよ、この人は。で、これでさ、またこの崎陽軒の件に関してさ、竹山 <laughs> とかさあの高須委員長とかがいや、買おうって言っちゃうんだけど、それはだから逆効果なんだって。<laughs> いや、またあいつら出てくんねんな、絶対。だから、本当にそう思うんだったら、一切触れないことなんだよ、この橘さんに。タレントがさ、いや、橘、あんたは間違ってるみたいなことを言うと、これは宣伝にしかなんないんだって。まあ、今、そういう時代なのかな、芸人も。芸芸人人って今ほとんんどコメンテータータでじゃんん本来であればさ、この件に関しては、タレントとかお笑い芸人とかは、一切触れないっていう。 のが正解ななはずなんでんあれはあんまりね、もうなんか仕事がね、そこまでしても欲しいのか、まあ今回ね、なんかちゃん、そうなんだよな、<laughs> 竹山、お前も仕事欲しいんだろうって思っちゃうわな、うん、あいちいちこんなことを触れてるとなうもうね、相方はなくなっちゃったんだけどさ、うん、カニングっていうさ、下ネタばっかりさ、てさ、もう自虐ネタばっかりってさ、うん、引き芸っていうの、うん、引いてお笑いを取るっていうさ、そういう漫才コンビだったんだけどさ、今となっちゃ、なんか立派なコメンテーターになっちゃった感じがしちゃってさ。うん ただ、他の政治家は、これに関して、うん、いや、あのー、立花さん、それ間違ってますよとかっては、言った方がいいと思うよ。<ー>政治家だったら。政治家だったらね。<ー>うん。 これがタレントとか、炎上に加担しちゃうような人が発言すると、何を言っても、その立花さんの炎上の手助けになっちゃうから、一切言わないっていうのが、俺は一番、だからそういうイメージはさ、俺なんか、今回さ、独身なので、このテーマを取り上げるのは、本当だったら、炎上に加担しちゃう可能性があるから、やんない方がいいんかもしんないけれど、俺ら的にはさ、このニュースは数字伸びるかなっていう、ちょっと旦ンさんもある。そうね。 NHK もそろそろもう考える時が来たんだよん、まあ、だって、この人だって、立花さんってさ、17年勝ちなんか分かんないけどさ、NHK がおって。そうだよ。もともと NHK の人なんだそうだよ。で、もともとそういう現場で、無人を感じて、こういう党を立ち上げたわけじゃん。んで、それ、NHK って一つだけに特化したことに、もう集中して、党を立ち上げたっていうのは、まあ、ある意味、もう100万人近いさ、投票を取ったっていうのは、俺はすげえと思うし。これはでもやっぱりさ、NHK は真摯に考えるべきだよ。 ね、こんだけ反発されてるっていうことをさ、いやー、だからこのままいくと、N 国と令和は衆議院は議席伸ばす可能性、すごいあると思うよあだからこのね、これも楽しみだと思うよ、彼は。俺はね、令和ってそういう時代になってくると思う、平成って本当、クソな時代だったからさ、なんだかんだ言ってね、不満が爆発してきてると思うよ、国民の間の中に、どん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 、うそう、だって、このいのさ、小泉進次郎の会でもそうだけどさ、<laughs> <laughs> そうだな。<laughs> も俺の用語めっちゃ多かったから、ね、いやいやいや、や不満を抱えてる人がこんなにいるんだなってのは俺はちょっとびっくりしたけれど、でもまあまあまあ確かにわかるよ。あの二人はだってどう考えたって上級国民だそうなんだ。上級国民の結婚なんてどうでもいいんだって。うん。だから俺バイキングとかでも昨日かな今日かわかんないけどさ、 えー、二人の結婚と苦衆するとかやってるけどさ、なんか俺偽善的な感じしてさ、俺坂上忍もちょっとね、ああ、こいつも結局そうかって思っちゃったからね。だってさ、小泉慎次郎ってじゃあ何、今までなんか残してきたのって言うと、うね、全然ピンとこないもんね。じゃあいや、悪いことばっかりで、あの、何、あの、<laughs> うん、いや、俺はね、ただ、うん、あの回で俺が、な、うん何でこう、おめでたいおめでたいって言ってたかっていうと、<laughs> <お>俺は、いてい,いいぞ、お前。滝川クリステルを責めるのをやめてあげてってことよ。いや, <laughs> いや、小泉慎次郎はいい。 あれなんだってさ、政治家なんだから、それはルックスがいいとかどうかな、そんなのは全く関係ないんだから、それはボロクソ、ボロクソ叩いてやりゃいいけど、いや、お前ちょっとお前、でも、俺の竹クリをいじめないで。俺の竹クリを。いや、ごめん。だったら、お前、あの時そういうふうに言えよ、お前。なんか俺、ちょっとお前もなんか今、まあいやいやいや、コメントでもあったけどさ、竹クリはほら、ギター、ギブソンっていうの黒いギブソンのレスポールなんか弾いてんだよね。 CM とかね。カスタム、カスタム。あれで、あのね、なんかの CM でやってたんだよね。あ、それ俺が前言ったやん、それ。いや、だから、それもいいじゃん。だから攻め、攻めないで、攻め俺それでお前にキモって言われたんだぞ。お前、まあ、ひどいな、お前。ようや。あの時俺にさ、キモいわ、みたいなこと言われたけど、俺はだから、 同じ、同じミュージシャンじゃないな。同じ、やっぱ音楽好きっていうか、<laughs> 同じギタリストとしてさ。ギタリスト,同じ,リスト同じギタリストっておかしいな。どういう目線で見てんだよ、<laughs> お前は。なんかよく分からないけでも、でもあれは本当にやっぱね、うん、まあまあうまく利用してると思うよ。あの、そういうマスメディアをさ、二人のさの、なんかどうでもいい、その,の二人の結婚会見。 うん、いやいや、ほら、それと比べてさ、この N 国とマツコの、うん、この対立うわさも、泥臭い対立がそうだ,だから正直ね、N 国もマツコも俺は味方だと思ってるからね、両方。で、今回ね、痛み分けっていうかさ、うん、なんか両方とも得しなかったみたいな感じ。まあ、結局な、まあ、ちゃんとそのうまく決着してほしいと思うし、やっぱりその政治家ってさ、やっぱこういう泥臭,臭いもんなんだなと思うよ。うそれを考えたらささ確かに小泉とと竹栗はさちょっと 爽やかすぎちゃってさお前らもうちょっとこう、うん、人間味のある仕事をせいっては思うよな,うな確かになだってあそこってさだって芸人だったらさ<ー>もっとさ面白おかしくするじゃん あのー、名人だったらするけど。うん、だって、あん全然面白くもなんともないし <laughs> さな<う>な、なんか、政治家っていうのに、そのプライドを背負ってさ、<笑><笑><ー>話し,しとるとこがもう見え見えな感じするし、もう。そりゃあやあそ、あそこで滝川クリステルが滝川クリステル100%とかやったらめちゃくちゃ面白い。そうだよ、裸のバン、ね、てーん、てるってとかでさ、 本当になんか、もう体張ってさ、なんかもうお盆持ってね。お盆持って。ってか、うん、クリステル100%やってほしかったよな。いや、むれないけど、クリステル100%って、お盆一つで隠しきれんが。<laughs> 胸は出しちゃおう。もう、下だけ隠して胸は出しちゃおう。え <laughs> 開き直るってこと <laughs> 開き直って。あ、それか、顔隠しちゃおう。 いや、もうね、AV デビューしちゃうよ。<laughs> AV デビュー。いや、いや、これで AV デビューしたらさ。あ、それはアウトだ。その発言はアウトだ。いや、いいだよ、いいよ。これ、滝川クリステルでさ。それはないわ。滝川クリステルのクゃんをいじってみたいな感じでさ。よくないあのー、まあ P <あ>入れますけれどね。あのー、P。ちょっと待って、ちゃんと。 っていうことでね。まあ、そうそうもう時間なんでね、そろそろあれですけど。いや、ただね、ちょっと今回さ、うん、俺ら、その、まあ、NHK が嫌いだから散々、この N 国の味方をしたような発言に聞こえてしまうかもしれないですけど、ただ、この、立花さんがやってる行為はダメだよ。これはちゃんと言っとこうよ。こういう脅しみたいなのはダメ。立花さんは、YouTube の動画だけに留めておけばいい,いいよ。これは、ただそんなさ、<も>先導するようなことやっちゃいかんよ。でも、アン動が上げてるのって多分、リスナー、 っていうかさ別に一般の市民だと思うしうじゃあ、この立花さんが行くのやめたっつってもん N 国の,そのなん支持者とかは個人個人でマツコ・デラックスの出待ちする可能性はあるからだから言ってんじゃん、めんどくさい相手だからその見誤ったんだよ、んめんどくさい人たちを相手にしちゃったんだよ、マツコが。 これはだから、松子がこれを収めるには、やっぱり、その、有権者を馬鹿にしたのは間違いでしたって言うしかない。いやって、で、うんうんね、もう、再選通っちゃったんだからさ。通、そうなんだよ。そういうことなんだよ。これはだって、ある意味民意なわけじゃん。うん、そうなんだって。 そら、不正選挙だったらさ、それはもう、求断しなきゃダメだけれど、うん、別に、ちゃんとしたやり方で通っちゃったんだから。うこ、ん、れ、もう最後だからまとめさせてもらうんだけど、衆、うん、院選とかもこれからあると思うし、今ね、うん、あの、野党がさ、まあ、バラバラの中でも、これ新しい新政党っていうかさ、うん、新しい新興政党みたいなのが出てきてるわけじゃんね、うん、これ N 党含めて、うん、令和新選組とか。で、はい、この辺がちょっと力を持って、 でなんていうかね、もっとこういうネットとか通してさ、うちらの世代よりも下の層とかにさ、響けばさ、ちょっとは社会にさ、あの、変化って感じどうしてもやっぱ今なんかお年寄りとかさ、金持ってる富裕層なんてお年寄りばっかなわけだからさ、うん、これからの選挙は面白くなってくるんじゃねえかな、とは思うし、これ今ね、うん、ニュース、まあ、記事見てたら、うん。爆笑問題の太田が、はいはい、えー、立花党首は、生励み みたたいなっって言って言けどこれ、ね、ああすげえすげえまとえてると思うよ <laughs> はい、はい、結局立花さんでさああ悪い子はいねえか悪い子はいねえかって歩き回ってるよその荒探しをしてんだよね結局ねまあそうでああいう人たちってやっぱね<ー>、うん、これって何だろうまあ何だろう <laughs> はっきり言っ、ね、ハロウィンのああいうキャラもそうだと思うしさサンタクロースとかでもそうかもしれんけど、まあ、その国のさ裏のさなんかしがらみをささ 壊ししててくれるような感じがして俺はすごい応援はしてるよ。うん、いやー多分ね、うん、林くんには相当反論コメントくると思うよ今回は。 いや、いつも来とるやん、俺。N 国をよくやったは言わない思うね。マジで N 国って言い方やめようよ、イスラム国みたいな感じ。シリア情勢みたいになったのやめようよ、マジやめよう。それはわかん。ということで。マスコ・デラックスもばっかじゃないから、多分二人ともすぐ和解すると思うよ。まあまあ、うん。なんかしら、その裏でね、そろそろ和解してんじゃないかな。そうそう。いうことでね、まあ今回はね、まだね、これ決着ついてないんで、これを出す頃どうなってるか わかんないですけれど N 国とマツコデラックスの対立のお話でございましたよろしければチャンネル登録お願いします